起訴状などによりますと、なるみ両被告24歳は去年11月、函館市本町で飲酒運転で赤信号を無視して100キロ以上のスピードで交差点に侵入し、衝突した乗用車の男性に重傷を負わせた危険運転傷害などの罪に問われています。男性は足に大けがをして今も車椅子の生活です。今日の初公判でなるみ被告は起訴内容を認めました。 検察は、なるみ被告が事故の前、函館市内のバーでウォッカをショットグラスでおよそ10杯飲んで車を運転したと指摘しました。また事故の直後、なるみ被告は近くのコンビニでマスクを買って現場に戻り、自分は運転していないと嘘をついたと検察は指摘しました。